なんか普通に動けるようになってたからもう踊れます。今日は僕隊のオープニングとユニットを完璧にしたい。ユニットはもうちょっと時間かかるか。ユニットをなんとなく覚えてオープニングを完璧にして、アンコール手つけるくらいかな。いやね、さやのシンポジー覚える予定が大きく崩れてまあまずいですよって感じなので、あと2日間ね体を動かして、なんか映像を見るぐらいしかここ数日できてなかったんで、体を動かしてやったるぞって感じです。落語無事は難しいよね。眠い。こんばんは。明日の A 公演もとりあえず乗り切らねば。でも明日の A 公演は自分のポジションだから多分公演自体は全然へっちゃらって感じだと思うんだけどって感じですかね。こんばんは。私からが私からかなかな迷い込んだ心の森。歌詞がやばい。かなかなかなか日暮らしの恋は歌詞がめっちゃやばい。日暮らしがあ音分からん。日暮らしが泣いてる場所あなたにはわかりますか。暮れなずむ公園のどこかの木々の枝で。めちゃ鼻声だから明日多少歌下手かも。明日の A 公演歌下手かも。それは許して。なんか鼻かかってんなと思っても許して。今日もかいありがとう。季節終わってしまう前にどこかへ飛んでゆくわ。そばにいるだけで辛くなる。開かない。ああ待って、一緒に歌ってくれる人がいないと分からんわ。私かなかなかな飛んだ心の森。私かなかなかな言葉にできなくて16の夏。ああこっちはハモる方か。言葉にできなくて16の夏めちゃくちゃむずい。めちゃくちゃむずかつい。なんか歌詞が ややこしい。歌詞ややこしいね。もし私いなくなればこのあたり静かになる。今日と違う明日はいつもあなたに見つけてほしい。
しかった小さな片思い、一人かなかなかな、ララ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 、一人かなかなかな、思い出して。いつの日にかあなたが好きでした、16の夏。こんばんは。めちゃくちゃ練習に付き合わしてるみんなを私かな、あれこの曲って転調あったっけ、ないよね。私かなかなかな、心の森を私かなかなかな、せめてこっち、タラララララ、言葉にできなくて、違う、あれ、いぐら私の恋でしたっけね。こんばんは。明日が楽しみになってきました。まあ僕の太陽は明後日なんですけどね。明日は A 公演なんですけどね。 A A、 最近なんかめっちゃ可愛いって言ってもらえるけど、多分痩せたからですね。なんか風バフがかかってより痩せた。今月入ってから 2.5 キロぐらい痩せた。そう、アイドルなんて呼ばないんでもやばい。アイドルなんて呼ばないで、アイドルなんて呼ばないで、私はいつでもあなたを見てる。でもこれはあれ、昔コンサートでエイトのコンサートで一回やったことあるから、すっごい遠い昔ね。トメさん、かわいい人ありがとう。ツナちゃん、ホワイトギフトありがとう。だからあの振りはすっごいなんとなく覚えてる。愛されるより愛したいの、人には言えない片思い。私も普通の女の子です。こんばんは。手紙やプレゼントを渡されて、握手することに慣れてない。頑張らにゃならんの。こんばんは。そう、僕体練習中。練習中、大量の資料に囲まれて練習中だよ。配信始まる直前まで練習してて、ちょっと眠くなってきたから配信してる。眠くなっちゃうのよね。こんばんは。チャイム鳴ったら学校飛び出し、レッスン上もに通い続けて、憧れのスター目指すDreamers
りはみんなライバルだけど、同じ夢見ている仲間さ、汗も涙も乗り越え Dreaming Girls。 スポットライト浴びて歌い踊り主役になる。なんかさ、やっぱりさ、シンポジ練習してる時っていつも思うんだけどさ、自分の歌割り以外の歌詞ってマジで全然わかんないんだなって思う。そう、自分の歌割り以外の歌詞すごいなんか耳で雰囲気で覚えてるから全然わかんないそう、特にドリーミングガール、ドリーミングガールズはあんまりダンスがないからさ、そのなんていうの、ダンスの練習でいっぱい聞くみたいなのをさ、その初めてボクター覚えた時にあんまりしなかったからさ、マジで初めましての歌詞と出会ってる気持ちになる、シンポジの歌割り歌ってるとそう難しい。なんかダンスが自分的に苦手でいっぱい曲聴いて練習した曲はなんか自分の歌ありじゃなくてもなんとなく歌詞わかるんだけど、ダンスいけるわって言ってあんま練習しなかった曲はマジでなんか、うわ知らん歌詞びっくりってなる。そう、きっと待ってる駅前のロータリー、いつもの停留所、これいけるな。ランランランはダンスが難しいんじゃ。みんな知ってる？ランランランって A メロ B メロダンスめちゃくちゃややこしいんだよね。知ってる？みんな、さやがいつも苦しんでるのはランランランだってこと。自分の一番最初に出たポジションで出るとき毎回ランランランだけ振り起こししていくもん。ランランランサビめっちゃ簡単なのに AB めっちゃややこしいんだよねいつもまなかちゃんとさ、え？どっちからだっけ？みたいな、どっちの手からだっけみたいなのをいつも話してる。そう、実はそうなんです。ボイゼが音違うわ、ボイゼが明るく行こうぜ遥か遠くの地平線、ボイゼがあ、これね、歌詞ややこしいやつね。何ができるかずっと自信なかったっけ、とにかく前へ歩けば夢はだんだん近づくよ。これ難関。ゆちさん、姫ギフトありがとう。黒曜さん、ギフトありがとう。今水飲んでる。とにかく前へ歩けば夢はどんどん近だんだん、とにかく前へ歩けば夢はだんだん近づくよ。これか。あと2番はほらね、違う、なんだこれ、ほらね幸せが輪になる。 OK、 僕対お預け苦しくなる配信オンデマで見て。お大事に種をまこうよ、与えられた。振りと歌詞どっちが間違いやすい？でも
新しいポジション覚えて 2,3 回目ぐらいまでは歌詞の方がピンチ。そう、まあ、曲にもよるんですけど、ビバ派遣いっぱいやってるのにやったことないポジションなんだよね。笑っちゃった。ビバハリケーンさ、エイトでもやってたからさ、めっちゃポジションいろいろ覚えてるはずなの。なのにさ、初めましてのポジションだった。いいね、いっぱい出会えて幸せじゃん。僕の胸の奥でマークス高まること。あと何、まばたきを一つする間に、ビバハリケーンは絶対歌大丈夫だ、やりすぎて。こんばんは。そう、8分の 5ポジ覚えることになるのかな、次のビバハリケーンは。8で3ポジやってて、ん ?8 2ポジか、いいと2ポジだ。で、半分？半分か、覚えるの。いいと 2ポジしかやってませんでした。嘘つきました。16人の時いっぱいやってたからいっぱいやってるかなと思ったら別に、8人になってからさ、2ポジしか出てないや。竹内先輩、やばい。さ、1番出たことない。はじめましての1番。いつも2番から出る人だったから。教室からテレテレ窓を眺め夕日、窓を眺め夕日を待ってた私一人。ちょっと音わかんねえわ、キーがわからん。抜けの糸も何も知らないし、まだと泊まりして二人で一緒に帰ることを。ラビュー竹内先輩、二個上の先輩、ドキドキしながらそっと手をつないでる。でサビの歌詞がわからん。こんばんは。竹内先輩はやばい。2番から出る人結構本当にね、振りがちょろいんですよ、いつも。だから知らない振りいっぱいあって、うわーってなりました、さっき映像見てて。そんなこんなわけで、そんなこんなわけでは割と今やってるとこと似てんだよな、振りが、歌割りがね。誰も誰も行かれてと、どこじゃこれは。髪期限は短めの子、今よちゃダメダメ、正気に戻る、日焼けしすぎてお手だが心がいやらしくのぼせるように。まあいけるか。こんばんは。でも僕隊の裏話していい？自分のポジションっていうかさ、その今回の新ポジじゃないポジションで出るときってさ、もう信じられんぐらい早替えなの。その竹内先輩って叫んではけてから、その1番の間に着替えなきゃいけないから、もう鬼早替えなわけ。私すごい早替えで、もういつもやばい今日は無理かもって言うんだけど、まあ、なんとかいけてるんですけど今のところ。ひまわりの衣装がね、つなぎだからまず脱ぎにくいんですよ。そう、皆さんわかりますか、ひまわりの私が着てる衣装結構ねタイトめのつなぎなんですよ。それまず脱ぐのに一苦戦ね。でその次の衣装が2枚着るから、中にあのタイトのワンピース着て、その上にあの
マジックテープで留めれるんだけど、ジャケットとスカートがこう一体になってくっついてるやつとロングブーツを履くので、もういつもとりあえず中のワンピースと靴だけ履いたら、ジャケットはもうなんか羽織りながら、さあその下手まで行かなきゃいけないから、着替え場は上手なんだけどさ、楽屋は上手だから、その移動がプラスされるの私の場合、その着替えプラス移動で一番の間に行かなきゃいけなくて、そうだからもう裏ステージの裏を通りながらジャケットを着て、そうで本当にもう出る、カーテンガーッと開けてもらうんだけど、出るタイミングで出る2秒前ぐらいまでマジックテープ止めてます。でもこの前5月8日とかの公演はなんか余裕があって、なんか自分のその出位置に着く時までにはマジックテープ止められてたわ。裏歩いてる時にマジックテープ全部止め切ってた。そう、あ、早替えが上達してるってその時思いましたね。そう、いつもギリギリ、マジピンチだねあれ。だからひまわりで出る前にね、早替えセットを自分で組んでおくんだよね。ケンケンさんギフトありがとう。もうブーツをもうパッて履ける状態に広げておいて、ワンピースもハンガーから外してすぐこうパッて取れるように置いといて、そうで最後ジャケットはハンガーにかけたままで最後に取りやすいようにしてあるんだけど、そう結構工夫いろいろしていかに余裕を持って出られるかをずっと研究していますが、いつも厳しい。あれ結構えぐいよなって思ってます。デジャビュ、神は偶然なん、あ、音なんだっけ、誰が読んでいるのかわかわか、神は偶然なんて言い訳しない、これだ。こんばんは、タララ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 。デジャビュ、懐かしい痛み、過去は曖昧な事実、同じ未来繰り返しても恋したい、じゃんじゃじゃじゃんじゃ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 ん、人は誰も願いを満たす、こんばんは。早替え、私の中で早替えきつかった曲ランキング1位2位というか、まあタイ1位タイはその竹内先輩の2番までに着替えるやつと、会いたかった公演のだけどの着替え、こう2大巨頭、私を苦しめた早替えランキング1位タイ。だけどめっちゃ厳しかったな、着替えが、時間がもうタイトすぎてめっちゃ厳しかったの覚えてる。夕日は全部振り逆なだけだから、後で確認すればいけそう。こんばんは、レイダウンも新名やから後で映像で位置確認すればいけそう。難しいダンスないからな、レイダウン。ビンゴー、偶然はいつだって用意されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、はい、OK。僕の太陽、下を向いて落ち込んでたってダメさ、心のその空、晴れ渡るまで
上を向くんだで、一人きりでやるのは目には見えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。世界中が敵に回っても僕は味方さ。こんばんは。なるほどね。明らかに僕隊の脳みそに入ってきてるよ。いいぞ、今日は寝る前にダンス覚えるぞ。いてて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 、今日正座しすぎて足の裏死んじゃうかと思った。信じられないぐらい足の裏痛かったわ。裏っていうか足の甲上の部分、正座なんかさ、正座苦手なんですけど、めっちゃ痛かったな。眠いよ。でも今日食材を買いに行ってきたから、ちゃんとしたご飯やっと食べれた。なんかね、きゅうりとトマト買ってきて、なんか漬物がどうしても食べたかったの、夏やし。もうだから浅漬けの素も買ってきて、きゅうりとトマトの漬物を作った。さっきどんぐらい使ったかなと思って味見したらめっちゃ美味しかった。いや、漬物はやっぱ幸せにしてくれるね、人間を。でも明日公演だということを忘れていっぱい味見しちゃったから明日むくみそう。やらかしたやらかした、いっぱい食べちゃった。味見って言っていっぱい食べちゃった。明日むくむかも。やらかしちゃった。美味しかったんだもん。でもなんか、いや多分この前家族に会ったからっていうのがでかいんだけど、なんか今日スーパーに買い物行って、なんかなんとなくさ、行きつけのスーパーってなんかいつもの回り方ルートみたいな、なんとなく構築されるじゃないですか。そうでさ、普通にトコ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 って歩いてて、なんかなんて言うんだろう、こういうなんかこういう筒状の中に飲み物入ってて、上にプラスチックの蓋かぶせてあって、外側についてるストローをピッてやってガッてやって飲むさ、あのドリンクあるじゃん。あれは なんて言うんだろうな、わかんないけど、こう丸っこいマウントレーニアとかのやつそのさ、飲み物わかる？そういうタイプ。なんかもっとジュースとかも、ジュースっていうかジュースとかもあるんだけど、それをね、なんかママと、そう、実家に住んでた時にママとスーパーに買い物行くと、まあ、大体なんか一個買おうみたいななってたの。帰りに、まあ、帰りにって言ってもそんな遠いスーパーまで行ってないからさ、本当に10分とかの車の中だけど、そう、帰りに飲もうって言ってよく買ってたりしたの。いや、紙パックは違うんだけど、それ違う、朝やが言いたいやつじゃないな。それに勘違いされそうだから伝わるかなと思ってるんだけど、そ
そうで、ね、帰りに1本ずつ買ってこうって言ってよく買ってたの。なんかそれをふと思い出して、うわエモと思って1本買っちゃいました。エモすぎて買っちゃった。それがいっぱい並んでる棚の前に来てファッて思い出して、うわエモい購入って感じで。そう、そんなことが今日あったよって話です。こんばんは。そう、エモ衝動買いした。まあママは飲むヨーグルトとかよく買ってたかな。そう、さやはその時の気分でいろいろ買ってたけど、そうそうそう、よう冷蔵の飲み物、それ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 、こんばんは。でさやがね、そのスタイルのね飲み物ね、信じられないぐらい飲み終わるの早いんですよ。全然もう取っておけないの。ストロー刺さってるとさ、飲み切ってしまうくない？でもなんかいつもはその買ってた頃は車で買い物に行ってたから、車のそのドリンクホルダーにさ入れてたんですけど、今って歩いて買い物行くからさ、帰り手に持ってんのちょっとたるかったね。うわ邪魔って思った。めちゃくちゃ邪魔だなこれって思って、途中コンビニで買いたいものあったからコンビニのゴミ箱に捨てさせてもらったわ、邪魔すぎて。そうめっちゃ邪魔と思って、車だったからあの優雅な感じで飲めてたけど、実際一人だと邪魔だなって。しかも未だに飲むの早いからすぐゴミになった。家着くまで保てなかったな。でもそんな感じで思い出に浸っていましたよ。まあそんな感じでちょっと眠くなっちゃったので、そろそろ終わりにしようかな。なんか目が眠そうなんだよなさっきから。なぜかって？眠いからね。ランキング読みます。なんか風邪ひいてから昼夜逆転みたいになっちゃってさ、今日はそれを直すためにさ、あの睡眠時間を短くしたの。だから今日早く寝れるように、眠くなるようにちょっと早く起きたからめちゃくちゃ眠いです今。ランキング13位、ソースイさんありがとうございます。12位ともちさんありがとうございます。11位オロロさんありがとうございます。10位やすさんありがとうございます。9位もたさんありがとうございます。8位バイコゾーさんありがとうございます。7位とてまきんけんさんありがとうございます。6位はさっぴさんありがとうございます。5位国曜さんありがとうございます。4位やつさんありがとうございます。3位つなっちゃんありがとうございます。2位けんけんさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。ありがとうございました。明日の A 公演もよろしくお願いします。またね、おやすみ、バイバイ。